アポロンとダフネは、ピエロ・デル・ポンライオーロンが1470年から1480年頃に制作した絵画である、油彩。主題は、オイデュースの変身物語で語られているダフネとアポロンの物語から取られている。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。アポロンにからかわれたエロスは怒り、矢を放ってアポロンがダフネへの報われない恋に苦しむように仕向けた。 アポロンはダフネを追って求愛したが、ダフネはアポロンを拒絶した。アポロンはダフネをペネオス側まで追いかけたが、ダフネはアポロンの求愛から逃れるために父である家臣、ペネオスに自分を別の何かに変えるよう願った。願いは聞き届けられ、ダフネは月桂樹に変身した。アポロンはひどく悲しんで、月桂樹を自らの聖樹とした。 ピエロデル・ポンライオーロはダフネがアポロンから逃れるために、月桂樹の木に変身する場面を描いている。変身しているダフネの姿は逃走するポーズのまま、凍りついたように停止し、左足は木となって地面に根付き、両腕は木の枝となって葉が追い茂っている。ダフネの逃走はようやく止まり、追いついたアポロンは彼女の腰に腕を回して、ダフネの顔を見上げ、 彼女の最後の一別を視界に捉えている。アポロンは金紙でおられ宝石が散りばめられた狩猟服をまとう貴族の若者として描かれており、腰のあたりに矢筒が吊り下げられている。画家はフィレンツェの田園地帯に神話の情景を描いている。背景を流れる川はテッサリア地方のペネオス川ではなく、フィレンツェを流れるアルノ川であり、遠くに見える都市はフィレンツェである。 川のほとりでは、宮廷貴族の娯楽である資料が繰り広げられている。指示体として木材が選択されたこと、及び小さなサイズであることにより、作品は、装飾的な滑走音の断片であると長い間、誤解されていた。聖セ,セバスティアヌスの殉教と同様に、アポロンとダフネも長い間兄のアントニオデル、ポンラヨーロに帰属されていたが、現在は通常ピエロに帰属されている。 背景の植物は以前はもっと明るい色調だったが、現在は不可逆的に参加してしまっている。絵画は1845年に、ウィリアム・カニンガムによって、ローマで購入された。その後、美術コレクターとして、有名なウィン・エリスの手に渡った。そして1875年に所有者が死去すると、翌1876年に残された。 膨大なコレクションの中から本作品を含む44作品がナショナルギャラリーに依存された。ABC アポロダフネナショナルギャラリー公式サイト2021年5月17日閲覧オビディウス変身物語1巻アルドガリ2005 P36 ルイーズ・ゴービアー2009ありがとうございます。